大分スポーツ公園を大分スポーツ公園サッカーラグビー場大分スポーツ公園サッカーラグビー場は大分県大分市の大分スポーツ公園内にある球技場である。施設は大分県が所有し株式会社大選が指定管理者として運営管理を行っている。2019年3月1日より昭和電工サッカーラグビー場の名称を使用している。 大分スポーツ公園内の施設の一つとして、2001年5月1日に、供用を開始した。天然芝のピッチに面があり、A コートには、夜間照明、放送設備、2040人収容のスタンド席が、整備されている。また、更衣室2室、運営室4室を備える、第1管理棟、更衣室、浴室及びシャワー室、マッサージ室、会議室を備える、 第2管理棟が付設されている。収容人数については、大分トリニータが隣接する大分スポーツクラブとともに、トップチームの練習や、下部組織の練習、試合で使用している。また、ベルスパ大分が、ホームグラウンドの一つとして使用している。2008年9月28日から10月2日には、チャレンジ、大分国体のサッカー競技が開催された。 詳細については、大分スポーツ公園総合競技場命名権を参照2006年に、九州石油が大分スポーツ公園の総合競技場、野球場、サブ競技場、投てき場の命名権を3年契約で取得。この際には、本、サッカーラグビー場は命名権の対象に含まれていなかった。九州石油は2008年に新日本石油と、 合併した後も契約を継続したが、2010年2月で契約を満了。大分トリニータの J に降格もあって新日本石油に代わるスポンサー探しは難航したが、地場企業の大分銀行が2010年3月1日から命名権を取得し、新たにサッカーラグビー場もその対象に加わることになった。その結果、本サッカーラグビー場の愛称は大銀。 サッカーラグビー場となっている。2019年3月1日より東京都に本社を置く科学工業会社の昭和電工が命名権を取得し、名称が昭和電工サッカーラグビー場となった。ありがとうございます。